ジェームズ・タイナー、ジェームズ・ノーブル・タイナーは、アメリカ合衆国の政治家。1876年から1877年まで、第29代アメリカ合衆国優勢長官を務めた。1826年1月17日、タイナーは、インディアナ州、ブルックビルにおいて、リチャード・レオ・タイナーと、マーシャ・セジウィック・ウィリス・スウィフト・ノーブルの息子として、誕生した。タイナーは、 教養家庭に進み、1844年にブルックビルアカデミーを卒業した。卒業後、タイナーは約10年間にわたって父親の事業を手伝い、その後法律家に転身した。タイナーは1856年にインディアナ州下院議員に立候補したが敗北した。タイナーは1857年にインディアナ州から弁護士として認可を受けた。また同年、 タイナーはインディアナ州上院書機関に選出され、1861年まで同職を務めた。タイナーは1861年から1866年まで郵政省の特別代理人を務めた。タイナーは1868年に共和党員としてインディアナ州第8選挙区から合衆国会議員に選出された。 タイナーは合衆国会議員を1875年まで務めた。1875年、タイナーはユリシーズ・グラント大統領から優勢、第二次官補に指名された。タイナーは1876年まで第二次官補として貢献し、マーシャル・ジュエル優勢長官が辞任すると、グラント大統領はタイナーを優勢長官に昇格させた。タイナーは、 グラント大統領の人気満了となる1877年まで優政長官を務めた。1877年、ラザフォード・ヘイズが大統領に就任したとき、タイナーは次の優政長官としてデイビッド・マッケンドリーキーを指名し、自分は第一次官補として優政省に残った。だがこの人事をきっかけとしてタイナーは優政省内の汚職に関与することになり、 まもなく世間に知られるようになった。タイナーは報道により批判され、1881年に郵政第一次官法を読化された。だがこのスキャンダルにもかかわらず、タイナーの政治生命は終了しなかった。1889年にベンジャミン・ハリソンが大統領に就任すると、ハリソン大統領はタイナーを郵政省担当の司法次官法に指名した。 だが1902年にセオドアルーズベルト大統領が優政賞の調査を命じると再びタイナーが優政賞内での汚職に関与していたことが発覚した。最終的にタイナーは起訴されたが証拠不十分により無罪宣告を受けた。タイナーは1903年に辞職に追い込まれた。1904年12月5日、タイナーはワシントン DC で死去した。タイナーの遺体は ワシントン DC のオークヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。